おい深澤鳥取市長深澤義彦、おめえ何やってんだよ。なんだよ東中全員 PCR 検査って、400数十人プラス教職員全員だろ。何やってんだよ。一人コロナ感染者、発症者じゃない感染者が出た。それで何をしたいわけ。 PCR 検査してまた新しいあいつコロナだぜっていう差別でも生みたいわけ。いいか、俺がな科学というものを教えてやる。はいピコ。どう見ても俺の目には10代の死亡者例0人にしか見えん。赤ちゃんも含め20代もだ。リスクがない。中学生はな治るんだ。ワイドショーで後遺症がとかいう煽りをしてるだろう。詳しくはリンクに俺のネタ元貼っとくけど、感染症の専門家が言ってるんだ。あ、4週間ぐらいで治りますよ。治るんだよ傷ついた場所ってな、時間が経てば。でさ、最初の話に戻るけど、中学生全員検査して何をしたいの。今どうなってるか分かってるし、鳥取市コロナってだけで引っ越ししなきゃいけなかったり、家に落書きされたりとかしてるんだよ。今大混乱だぜ。なのに市長のおめえがさ、混乱に拍車かけるようなことしてどうすんだよ。行政マンじゃないんだから。あんたはな政治家なんだよ。行政マンとしてはとりあえずワイドショーがこう言ってるから、羽鳥のモーニングとかで医者って名乗ってるアホなおっさんたち、おばはんたちがだなギャーギャー言ってるから PCR 検査する。それじゃあ行政マンはできるかもしれんけど政治家ではないよ。政治家ってのはこういう時科学的データをもとに民心を落ち着かせる、それが仕事なんだぜ。深澤義彦、落ち着けよ。何をわたわたしてるんだよ。きちんと科学的なデータを見ろ。また最近な、あったかいからかウイルスが弱毒化しているのか、そこら辺にはちょっといろんな見解があるから多くは言わない。だけれどもだな、俺の師匠が常年司先生が言ってたぜ。面白いこと、リンク貼っとくからまた見といてくれよ。割と治ってるんだ。感染者じゃなくて発症者でもの考えるべきなんだよ。俺はさ応援したんだよあんたのことな。いろんな人間に米付きバッタみたいに頭を下げ、うちのおかんなんかな、同級生の鉄永さん応援してやってくれってみんなに頼まれてたのに、あんた応援したせいでな同窓会に呼ばれなくなっちゃったんだぜ。深澤さん、もうあえて「さん」をつけさせていただくけど、もうやっちゃったもんはしょうがねえからさ、今あんたがやるべきは民心を落ち着かせることだ。感染拡大を防止する、それは PCR 検査じゃないんだ。内申点下がるの怖いから、みんな中学生とか薬飲んででも皆勤賞を手に入れようとするだろ。それをこんな時期だから出席は問いません、体調が悪かったら休んでくださいって一言言うだけでいいんだよ。それだけで学校の感染なんてすぐ収まるぜ。深澤さん、あと記者会見がボロボロだよ。コロナコロナ危ない危ない。ちゃんと事実だけを並べれば重症者0人じゃねえかよ鳥取。全然怖くない、安心してくださいな。人口に対する割合も全国的に言えばまだまだ低い方だから、まずは民心を落ち着かせるんだ。深澤さん、深澤市長、コロナ対策大事だよね。それの中にコロナ差別対策も入れてくれ。コロナ対策風評被害、非常にみんな苦しんでんだよ。深澤市長、俺も協力するからさ、一緒に頑張ろうぜ。せめてじゃ。